構成。なんで、なんでお前がこんなに早く死んじゃうんだよ。お前は、やんちゃで暴れん坊だったろ。まだ起きてくれよ。死ぬのはまだ早すぎるだろ。お前さ、なんでさ、なんで作業台に小指ぶつけて死ぬんだよ。確かにお前は、あの時、冒険から帰ってきたばかりで、疲れていたし、ライフも少なかった。取ってきた小麦を使って、パンを作ろうとしたよな。それで、作業台の方に歩み寄った時に、小指ぶつけて、倒れて、そのまま動かなくなったけど。お前、小指弱すぎるだろ。みんなびっくりしたよ。だって、小指ぶつけただけで、そこから、腫れがひどくなった。ぶつけて3分で、お前の心臓止まった時には、まさかと思ったよ。けどなんでお前は、起きてくれなかったんだよ。そんなにお前の小指だけは、脆く生まれてきたのか？昴生、これを見てくれよ。お前が足ぶつけた作業台だよ。どこも傷入ってないよ。そんなに硬くないよ。なんで小指ぶつけて死ぬんだよ。もう俺行くよ。お前が死んだからって俺は歩みを止めない。前に進んでいくから。また来るよ。じゃあな。あっち、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 小指ぶつけ、あっち、小指が、小指ぶつけ、あっち。じゃあな。まず一軒目、よいしょ。誰だ君は。誰だ君はってみんなから君たら俺が誰は君はないけど。教会から見える下水道には闇市が開かれているらしいぜ。でも生き方がわからないな。いや、そんな闇市すら知らんことをさ、人にさ、そんな生き方はわからないな言われてもさ、俺だってわからんのよ。バカかお前君は。なんもない。なんもなかった。じゃあな、殴って悪かったな。なんかこれ、さっき言うた闇市に行き止まり。ちょっと闇市の話してからさ、こういうところ来たらさ、ここに闇市があるんかなってちょっと思ってしまうやん。あ、ゴーレムさん、ゴーレムさん。なんかこの町になんか依頼とか受けに来たらどうだみたいなことを言われてきました。せなけ、お前。お前、挨拶しとんじゃん、お前。挨拶しとんじゃん、俺が。何もお前、挨拶し始めた途端、お前、背中向けてきとんだな、お前、失礼か。
お前な、お前はな、もう、こういう、お前みたいに失礼な奴だな、もう。業界でね、アーメンしとけ、アーメン。浄化するぞ、心が浄化されるけん、アーメンしとけ。あ、入らんの。ゴーレムってこういうところ入らんの、これ。教会ここにもあるんやな。あなたに神のご加護があらんことを。いや、前の町でもうやったけん、もういいけど、俺は。もう4つぐらい願い言うたけんな。お前お前何、こんなとこで何してんのなんでお前こんなさ、橋の方で、何もないような橋の方でおるん。え、もしかしてお前、立ちションしようった？あ、ごめんな、俺見ちゃった。あ、でもさ、ここお墓やけどさ、立ちションしようとかしたらさ、バチ当たるよ。やめといた方がいいよ。じゃあな。あ、先どうぞ。先、あ、お前閉めるな。俺が入ろうとしようと見ただろ、お前。ゼノビアの市場はカラフルな装飾をしてある通りにあるよ。市場あるんじゃ。闇市と市場。なんかここ、てか光と闇みたいな感じがあるんやな、お前ら。なあ。これまた狭い。わ、フグ。フグ64匹もおる。なな、この家の人。このフグの毒で何かしようとしてるな。危ないぞ、この家の人。どなたかが知らんけど危ないぞ。将来有望なやつやな。あ。ここの家の人にフグを押し付けて、俺は颯爽と去るのさ。あ！こいつ見てる！こいつ見てやがる！俺のハンコ見てやがる！いや、ちょっと、俺忘れて、フグ忘れていっただけやし。うん、なんか、揺れて、そのまま、こいつに、この家の人に、罪なすりつけて帰ろうとしたわけじゃないし。なあ、お前、わかっとる？なあ、わかっとるだろ、お前。そういうわけちゃうんよ、俺。別に、フグ忘れただけやけんさ。押し付けてないけんな。もう、わかった？わかっとる？うん。お前、この家、狭すぎんか、お前。あ、この家の人も、フグ持ってるやん。なんなん？こっちには、2スタック分入ってる。パンプキッパーの隣に置いとくようなもんじゃないですよ。なんなこの、名産品フグなんここ。あ、この中にもなんかフグありそうな気がする。フグはあ、あった、フグあった。なんでこんな W の置き方してんの。一個でまとめればいいのに、なんで W なの。ワリオな。確かに色合いワリオっぽいけど、若干ワリオっぽいけどさ、このフグは。フグって現実のフグとは色違うけどさ、黄色いっぽいけどさ。フグの激戦区やないか、ここ。フグ料理とかが郷土料理、なんか、名産品的なのであるんかな。そりゃ、鍋の店に行きたいな、鍋専門店的な。ああ、お邪魔します。出待ちしてるやん。なんか綺麗に出待ち。ああ、すいません。ベッドに乗っちゃってすいません。ちょっと、これ、お裾分けです。他の家の人からもらったんですけどね。ああ、ごめんなさい。追い出しちゃったね。すいませんね。お邪魔しました。あんたもか。あんたもか。あんたもこういう出待ちするタイプの人だったんや。出待ちする人。なんならこの出待ちする人の割合よ。あ、お前、びっくりしたよ、お前。不意打ちかけてくるんだよ、出待ち。出待ちで不意打ちって、ね。出待ちで不意打ち、イエーって、ちょっと、陰踏んどるじゃないか。なんなこれ。あ、なんなお前ら。なんでゴーレム3体でこんな集まっとんなだ。ゴーレム集会でもやいよんか、お前ら。てか、お前、明らかにこの家の人、ちょっと、中通さ、4人目で増えて、いや、4人目出てきた。もしかして、お前らさ、ここでこの家の人の中見て、盗撮でもしよんか、お前ら。お前ら、それはやめとけ。もうお前ら、村の長だろうが。何やっとんだ、知らせてくるわ。お前ら、知らせてくるわ、お前ら。もう、どけ、お前ら。知らせるけんな、お前ら。あ、なんか賑わってる。あそこでめちゃくちゃ賑わってるんですけど。いや、お前絶対盗撮してる。中覗いてるよね、お前。この中の人、どんな美人なんだろう、お前。
なんなん？アイドルなん？この中の人アイドルなん？ちょっと見てこよう。どこ入り口？どこなん入り口？なあ。あれ？入り口どこ？こっち？あ、こっちやな。なにこれ？あ、店なん？店？あ、めちゃくちゃ混んでる。この時間なのにめちゃくちゃ混んでる。なんなん？仕事終わりのさ、サラリーマンとかがさ、弁当買いに来とんこれ。あ、多分なんか何割引きみたいなシール貼られる時間なんだろうなこれ。売れ残りのやつを消費したくてさ、めっちゃ混んでるやんこれ。コンビニとかスーパーではここまで困んぞ。回転初日レベルやないか。うわぁ、肉のところめっちゃ並んでるやん、お前。どけ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 。めっちゃ物悪いでしょ。正面のこれは何？この建物は。鍛冶屋だ。大きな町だからいい剣があるかも。マジか。鍛冶屋、新しい剣手に入るんじゃ。わぁ、すごいな。こんな感じで表現されとるんで、この剣を作る工程みたいなのがさ、はぁ、あ、で、これが店のオーナーっていうか、ベテラン鍛冶、刀鍛冶よ、俺の自慢の剣を見ていってくれよ。もちろん見ていきますよ。あ、すごい、エンチャントかかっとるで。これゾンビキラーとかめっちゃかっこいいで、ドラクエに出てくるような名前でないか。アンデッド特攻ゾンビ、あ、結構ゾンビを、ゾンビじゃないけどさ、あの、ゾンビではないけどさ、ゾンビのモブはおったな。あれは、盗賊やけどゾンビだったけん、これゾンビキラーってことで、アンデッド特攻を聞くんじゃ。アンデッド特攻を聞く盗賊ってなんかおかしいけどさ、もらっときます。お金は、他の家のところからパクってきた、清越一丁代金しときますわ。大コンボ。すごっ。モドキーなのに、エンチャントでダメージ増加5になったんで。すごいな、これ。はは。で、これは体験。わぁ、もうこれ、ノックバックとか。あ、でも攻撃ちょっと上がってないけど、ノックバックだけって考えたら、大コンボが一番強そうだな。っていうかさ、完全にこの俺が前回、エンチャントした剣が台無しになってきておけんな。こいつらの存在のせいで。攻撃力、ノックバックの方がいいかな。ノックバックの方が戦いやすいよな。わかった。こいつらもう売りに出すけんさ、その代金でこの剣買ったってことにしとこう。しとこうって感じが言うところがまずおかしいけどさ。これエンチャントついとうけんな。ちゃんとエンチャントついとうけん、代金にはなるということにしとこう。あ、こいつらも、これも売るけん、これも売るけんさ。だけんこのアームとかも、な、代わりに、代金足らんかったらここの木の腰中全部あげるけんさ。他の家のメイドやけんな。メイドイン他の家やけんな。なんこれ、スイッチがある。蝶に。父親が空賊にさらわれて、帰って何年も帰ってこないんだ。親父は今何をしているんだろう。ああ、それはいいよ。親父は何しているんだろう。それは別にいいよ。けどさ、誰が喋ってんの？ここ誰もいないよ。え、何？こう、なんつうか、行事せんかったら見えんレベルで小さい、村人がいんの？町人がいんの？え、見えんな。やばいな。虫眼鏡ないと見えんタイプのやつ。小人塚に出てくるタイプのやつ。え、なんとか桃尻的なやつが喋ってんの。そいつがなんか、父親がなんか空賊にさらわれたみたいなすごいこと言ってるね。子供向けじゃないな、それだとしたら。子供、小人塚だとしたら。あ、ちょっと、な、ここ。この町の城は大きいよな。まだ見てないけど大きそうやな。なんだろう。城でなんか王子様とかそういうお姫様みたいなのがおるんかな。女王様だったらちょっと嫌やな。なんかこの町の待遇っていうかなんか課税しとる気がするもんな。もう商品の消費税 100% とかにしてそうな。そんなやつがおったらちょっと嫌やな。この町で住みたくないわ。あ、こっちとか怪しい。怪しいぞ。この辺とか闇市ないな。そう簡単に闇市ってないな。見つかったら城の、あ、でかいな。これやっぱ城でかっ。やべえこれ。もう建ててから何十年何百年経ったような、そんな城でないかこれ。へえ。
もうみんな、俺の、よくサムネにしているのがこういうシーンだということを分かってるから、もうそれでいいよね。あ、何個か。あ、アンドリュー。なんだお前は。え、ちょっと待って。ちょっと待ってな。アンドリュー、こりゃ。なんだお前は。何、あの村の村長の紹介でわしのところに。あいつとは昔はいろいろ、ブツブツ。あ、こいつ、これね、話長いタイプじゃ。おう、すまんすまん。それで何じゃ？多分さ、この間でさ、ピンポンパンパーン、10分後、みたいな感じがあるんだろうな。おう、すまんすまん。それで何じゃ？なるほど、仕事が欲しいのじゃな。なら、城のクエストを受付所に行くという。城の中にクエストを、クエストの受付所があるんじゃ。あそこの城の奴らにはそれなりに顔は聞くから、わしの紹介だと言えば仕事をくれるじゃろう。あ、お前そんなに信頼されてんの。なんだ、軍で10年以上活躍していたとかそういう過去があるお前。じゃあ N って何だったん？ネクロマンサーってどっちかって言ったら軍に狙われる方のタイプの人間かなと思ったけど、ネクロマンサーってなかったんかな。うん、それとも国家ネクロマンサー的な感があるんかな。国家錬金術師があるんやけん、国家ネクロマンサーみたいなのがあってもおかしくないような気がする。どうだろう。クエスト術場は、1階のオレンジのところじゃ。装備もしっかり整えろよ。では、幸運を、ありがとうございます。グッドラックですね。ノーグッドラックとは言わせないよ。俺がいる限りはね。なんもなかったね。ゼノビア、なかなか豊かそうな街ですね。けど、俺としてはめちゃくちゃ闇市のことが気になる。闇市に早う行きたい。そんな気持ちを抑えながらも、次回、クエスト受注に向かいます。メインはそっちであることを忘れてはならない。